Do it yourself マイナス Do it yourself マイナス星2。ゆるゆりと DIY を混ぜた当たると大金が転がり込んでくる可能性のある夢のあるジャンル。この漫画によって気づいたのだが、当たるゆるゆり漫画の作り方はジャンルの選定にあると思われる。例えばゆるキャン、ボッチザロック、などはキャンプブームだったり、ギター、バンドみたいな感じでおじさんが主にたしなむジャンルの趣味なのぜ。そういったおじさんが趣味でするメジャーなジャンル、例えば車だったりサウナ、サバゲーとか釣りみたいなやつをゆるゆり展開でお上手に描くことに成功すれば大金が転がり込んでくる可能性があるんじゃないかとおまんじゅうたちは思ったのぜ。シナリオはビアンの真面目くんとそのビアンの猫であるのんけの JK の二人。ビアンの真面目くんはクソ倍率の高い長男館高校に入っており、もう一人ののんけはゆるふわ系なのでエフラン高校に通う JK という感じ。主人公がユアセルフという難のひねりもない感じで笑えるし、そこから面倒見の良いコアモテの先輩の JK と仲良くなって DIY を始める漫画。キャラデザが可愛くできているのだが作画が癖があって独特なので DIY 系のネタにフィットしていない感じが残念。もしかしたら運よくアニメ化してジャックポットするかもしれない可能性があるだけに、もしも仮にアニメ化したのなら相当いいアニメーターを当てないと大ヒットはきついかもなーって思ったのぜ。ネタだったりキャラデザはいい感じなんだけど全体的に噛み合ってないんだよね。もったいない。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。